鉄株と遺構形裁肖像が河野鉄株と慶応を3年2月6日は、江戸時代後期の儒者、監視人。陽名は都市名は綾夫、またはヒグマ、郷は鉄株と、または秀のを多く用いた。私を繰りなして、文高氏。昭和3年造成五位。幼児より、監視の才能に優れ、吉野の七絶は、吉野三絶の一つとされその使命は高い。 伊予河野市のでである河野三世の第三子として、張馬国一東軍家記内に生まれる。十六歳で丸亀藩の受学者旗その淵に子際上の時系、桂影と共に支持。合わせて姫路藩の忍術参考で学ぶ。二十一歳で異業を伊墨郡につむらに開き、後江戸に留学する。桂英四年に林田藩に主官し、藩校経行官の教授となる。 翌年より、三陽諸州を歴有し、至るところで文芸の死と交流する。なお実家は異業であり、桂ツが継いだ。安政三年に一度帰京するも、翌年には林田に移住し、教務の傍ら私塾、新塾を開いた。儒学者としては、山崎安彩に傾倒し、新旧折衷の一派を成した。文久三年正月、上京し、当時二条城主後の任にあった。 藩主、武部正和に越見し、当時の形成について、意見を愚信した。同年夏より病に伏せ、回復することなく、慶応三年に四十三歳で没した。和漢の学問を極め、博覧狂気として知られたが、中でも死は最も得意とするところで、柳川政限に指示し、今、三様と称された。デジタル版日本人、明大辞典プラスタジリ左辺。 増衣所権連増保番上特使増衣年表 P56ABCD 阿保市長市 P749 から753ありがとうございます。